ちょっと待って、サイズが全然合ってないわ。ベアリングが入ってない。はい、お疲れ様でございます。前回ね、回転台めちゃくちゃ失敗したんですよ。ベアリングがちゃんと入らなくてね、しっかり回転しなかったんですよ。今回こちら調整していきましょうか。まずベアリングをセットするところのこの棒のサイズがね、ちょっと合ってなかったんですよ。これを調整していきます。こちらの調整した 3D データですけどね、動画概要欄のリンクからダウンロードできるようにしておきませんので、自力で探していただけると助かります。はい、印刷できたものがこちらですね。これ前回ここの幅が大きすぎたんでね、これを交換していきましょうか。まずベアリングを外して、これも交換して、なんとか取れるか。うわ、これペンチいるか。おい、テコの原理でいけるやろ。いけた。これを全部交換していきましょう。あ、これ前回ボンドでつけたで、あかんかったかな。なんかこのベアリングの幅が何種類かあるみたいなんですよ。それをね、知らんと買ったから多分合わんかったと思うんですけど。よし、もうベアリングは ZZ 6080ZZ っていうやつですね。ここの幅が合わんかったんですよ。幅が大きいで、これ今回調整しましたよ。そうです、これぐらい削ったら多分いけますよね。これを4つともセットしていくと、あ、やっぱ新しいプリンターは綺麗に印刷できますね。ちょうどや、誤差がほぼない。こちら4名様にプレゼントしたいなと思います。やっぱ古いプリンターはこの誤差がひどいですよね。0.1 ミリとかそういうレベルで。で、これをここにセットしていくと。よし。お、いいんじゃないですか、これ。よし、できた。で、これをここにかぶせると。いけてます？下吸ってないか、これ。で、これで減速の USB、 これを接続すると。よし、準備できた。それではちょっと動作確認、このハサミ回るかどうかやっていきましょうか。はい、あれ、なんかギアが噛んでない？たまにこうガタガタしてるで。おい、ガタガタしてるって。おい、何、内部で何が起きてるの？ちょっと待ってください。ここ隙間空いてるじゃないですか。それはいいとしてね、こっちが3ミリぐらいで、こっちが隙間空いてない。ということはこれがセンターにおらんっていうことやろ。ここ隙間空いてませんで、こっちが3ミリ空いてる。センターにおらんな。うわ、これギアが綺麗に印刷できてんかったからか、センターにおらんっていうことや。うわ、これギア印刷し直そうかな。めんどくさいで、これどれがずれてるんや。なんとか いけません。これなんとかならんか。一個も回ってないや。なんか見た感じ綺麗にいってそうなんですけどね。なんかギアが空回りしてるっぽいな。空回りしてるな。このまま線絡まりますけど、一回こっち向きで回してみましょうか。あれ、何が起きた。これか、この赤いギアがあかんのか。たまに空回りしてるのはそういう意味か。最終的にこの線がねじれて、ここでブチって切れますよ。あれ、空回りしてるな。あかん、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 危ない、危ない。多分ですけどね、これじゃなくてこっちですよね。こっちを再印刷したらいけると思うんですよ。これのせいか、なんか緩んでくるしな、ネジが。これか、ワッシャーを。うわ、ここがもうバカになってしまうわ。これか、これもう一回再印刷しましょうか。はい、再印刷できたデータがこちらですね。全然違う、誤差がひどいな。このオレンジ色のやつが新しいプリンターで印刷したやつなんですけど、一回り小さいですよね。これ全然あかんわ。もう一回ギア再印刷しようかな。これ一個しか印刷してないんですけど、もう全部印刷し直した方が綺麗にいくかもしれません。それではこのワッシャーを、これなんかサイズあって斜めになってるな。これのせいで。逆か？反対か？これ。こっち向きでしたわ。
それ斜めになりますわ。これで一回動作確認しましょうか。なんかこれも再印刷した方が良さそうですよね。こんだけ誤差があると。あれ今一瞬止まりませんでした。これでいけないですか。これであかんかったらもう終わりやわ。はい、それではここになんか置きましょう。これ置きましょう。こちらの いらないギア、これ1名様にプレゼントします。またこちらの応募方法ですけど、動画概要欄の方にね、記載しておきませんので、自力で探していただけると助かります。それでは回転させていきましょうか。あかんあかんあかん。またガタガタ鳴ってるで。待って、うまいこと言ってない。何回かに1回こうガチャンってなるな。でも前よりうまいこと回ってない。どこがうまくいってないか。これ裏向けて回していきましょうか。ここが干渉してるっぽいな。あかん、どこや、どこがあかんのやこれ。あかんだ、もう飽きませんわ。このギアをもう一回再印刷して挑戦しましょうか。もう今回もうまいこといきませんでした。もういや、やめやめや。最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、再印刷したものがこちらですね。なんかあんまり変わらへんかな。これは一緒ちゃうんか。おい、そんなことないか。やっぱ綺麗ですか。これを組み立てていきましょう。あ、これまた入らへんやろ。あかんあかん、いらんことなってるわ。うわ、またドリルで穴開けんとあかんやん。このくだりいらんてよ。よし、いけた。真ん中のギアはね、交換してません。穴開けるのめんどくさかったわ。これでいけません。もういい加減完成してもらわんと困るわ。それでは動作テストしましょうか。ちょっと待って、いけてるんちゃう。あ、いやいや、あかんわ。たまにガタンってなるわ。うわ、たまにガタンってなるわ。あ、終わった。これって結構重いもんだけ乗せたらいけません。これ重さが重要やん。もう軽いもんばっかりやってるからちゃう。これでいきます。もういきなり噛んでるわ。飽きません、飽きませんわ。もう ここがもうバカになってしまった。もうグラグラやんか。もう ここ自体がもうベアリングになってないから、まあ、飽きませんわ。もういや、やめややめや。最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっとインクこっち来てください。どうするのこれ。こっち来てください。かも疲れただけや。何の下りやってん。これ何時間やってたんですか。もうやめやめや。